な言葉で今あなたに伝えられるだろう。不器用な僕だけどちゃんとあなたに届くように明日が見えなくなって信じることが怖くなって過去を悔やんでは責めたりもしたけれど僕を愛し続けてくれた人もし通り過ぎてきた何気ない日々